3、2、1、0。5月の31日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。化粧しないでもモテモテ、見つめられると男ならすぐほどり、そういう人をすっぴんコロリというそうだ。やっぱりそういう人ってよくこけるんだろうか。それはすってんコロリだった。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。出産うち祝いのご注文多数、出産うち祝いはお任せください。今日はとても美味しいご飯、なぜなら青海山椒の佃煮が一緒についてくる。本当にいくらでもご飯食べれます。しびれるうまさ、最高です。一度お試しあれ。店長まっちゃん、しんどい時なぜかすごくニコニコ笑ってる。不思議だ。